帰りなさい。今日も一日お疲れ様でした。シンガーソングライターのしまこです。今日もしまこの部屋に帰ってきてくれて最上級のありがとうございます。今夜も一緒に楽しい時間を過ごしましょう。初めてこの動画にたどり着いてくれたあなた、はじめまして、しまこです。このご縁にぜひ一曲聴いていてもらえたら嬉しいです。ゆっくりしていってくださいね。いつもコメントや高評価、そしてチャンネル登録、皆さん応援ありがとうございます。そしてファンクラブやメンバーシップに参加するという形でしまこの活動を支えてくださっているあなた、本当にありがとうございます。では早速今日の曲なんですけれども、今日は、とても大人な歌になりますね。はい、これ曲はですね、2016年1月2月ぐらいだったと思います。その頃に作った歌で、この頃はね、銀座によくしまこは行っておりましてですね、それも、2014年あたりから銀座のスナックでアルバイトをしてたんですね。そんなこともあり、銀座の街に繰り出すことがすごく多くて、いろんな世界を見させていただいて、この頃ですね、黒しまこと白しまこっていうのがね、存在しまして、当時黒しまこのカレンダーとか白しまこのカレンダーができてたんですけど、なんのこっちゃと思うかもしれないんですけれども、従来のしまこの活動は割と元気いっぱいなクリーンな感じだったんですけれども、この頃結構大人の世界をね描いた歌も作り始めていたので、多分ねこの銀座の影響も大きいんだと思うんですけれどもね、いろんなね銀座のお店もいろんなところに行かせていただいて、毎日のように銀座に行っておりましたので、私にとってかなり刺激的だったんだと思います。この生きてきたそのものが曲に現れてくるっていうのがねありますよね。まあ妄想も入りつつ、こんな歌を作ってみました。夜色ルージ、この曲も居酒屋のライブで一回ご披露させていただいたのと、あとは六本木のライブで一回かな。ほとんど歌ってない歌ですね。では夜色ルージュの世界へ行ってらっしゃいませ。
はい、ありがとうございました。いかがでしたか？夜しまこ炸裂ちょっとしておりましたかね。音源としましては、これしまこがね、自分で覚えておくために自分の家のピアノで弾き語りをして曲覚えのために撮っていた音源なので、そんなに音質としてはそんなに良くないかもしれないんですが、今ですね、私難聴を患っておりまして、こうした過去の音源などを掘り起こして工夫してこの動画を作っておりますので、その辺は、勘弁していただいて、2016年の1月2月あたりに弾き語り、その時の自宅で弾き語りして録音していたもののようですね。こちらに映像と歌詞をつけて動画を作っております。あんまりね、ピアノで皆さんにお披露目するっていうこともしまこは少ないんですけれども、貴重な一曲ですね。ピアノで作った曲なのでね、ギターで作る時とまたちょっとテイストが違うかもしれないですね。あ、こんな世界観もあったんだということで、お楽しみいただければと思います。銀座のスナックでアルバイトしてたっていうのは、元モデルだったママさんが30年以上お店をされてるママさんがいて、そのママのお手伝いみたいな感じのアルバイトだったんですね。で、まあ、じゃあ私も銀座に染まっていたかというと全然そうではなくて、もうママがね、みんなにね、この子大変だからご飯食べさせてあげてみたいな感じでお客さんにみんなに呼びかけてくれてね、みんながこう、あなたは月曜日、あなたが水曜日、あなたが金曜日みたいな感じで、お客さんにね、しまこにご飯を食べさせる係みたいなのをなんか任命されてて、で、私アルバイトの前にはね、必ずご飯を食べさせてもらうみたいな。で、そしてそうじゃない時はママがね、お弁当を作ってきてくれてて、お店に着いたらまずご飯食べなさいって言ってご飯食べさせてくれててみたいな、もうここは銀座なのかっていうくらいに、ふるさとじゃないのかっていうくらいに、本当にね、家族のように大事にしてもらって、もう食べるものには困らなかったですねはい、とてもありがたいです。ママもお客様もみんな元気でいてくれるといいなぁと今でも思い出しております。この曲は本当にイレギュラーで、ほぼどこにもお披露目してない歌なので、長年のファンの方々も新鮮だったのではないでしょうか。この曲は CD などには収録されていないので、また聴きたいなと思っていただけましたら、こちらの動画に来てくださいね。ではここでお知らせをさせてください。しまこにはファンクラブがあります。いつもそばにいるような温かい家族のような気持ちでという思いを込めて、いつもそばにしまこファミリーという名前がついております。あなたもしまこファミリーになりませんか？詳しく詳細が見られる URL を概要欄に貼ってありますので、ぜひご覧ください。あなたのご参加お待ちしておりますね。そしてこちら YouTube しまこの部屋にはメンバーシップ制度があります。メンバー限定の動画がたくさん上がっております。そして毎月11日と22日にはメンバーシップ限定の生ライブをしておりますので、皆さんとゆっくりお話ししたり弾き語りをしたりしております。こちらもお気軽にご参加いただければ嬉しいです。今日初めて知ってくださった方も、最近私を知ってくださった方も、どなたでも大歓迎です。よろしくお願いします。そして毎月1回開催しております定期無料一般公開ライブのお知らせです。毎月29日夜9時毎月29日夜9時はこちらしまこの部屋で弾き語りトークライブをやっております。月に1回のお楽しみになっておりますので、ぜひ29日9時肉食うしまこと覚えていただければ嬉しいです。こちらの一服一曲しまこのお茶飲みトークは毎日夜9時からプレミア公開しておりますので、毎日9時しまこと覚えておいていただければ、29日は生でやってるよっていうことで
特別な日なんだなというふうに、そんな感覚で大丈夫です。お知らせを聞いてくれてどうもありがとうございました。それでは今日もエンディングは、現在ジャポニカ学習帳 CM ソングになっておりますしまぽのオリジナルソング、最上級のありがとうをお届けします。とその前に、しまこと一緒じゃんけーん。はーい、初めての方も真似してやってみてくださいね。しまこの真似をして最後じゃんけんを出す感じになります。では肩と腕動かすのはとってもいいことなので、動かしてやってみましょう。いきますよ、せーの、しんまこと一緒、しんまこと一緒、しんまこと一緒、じゃんけんぽん。はーい、チョキを出された方、しまこと一緒だったのでラッキーでーす。しまこの夢が見られるかもしれません。はい、あ、でもみんなこうしてつながっていることがラッキーということで、みんなが幸せです。今日もありがとうございます。ではラスト、わっしょい参りましょうか。わっしょーいの後、深呼吸ふーってやって明日につなげましょう。参りましょう、いきます。人生は、しまこの部屋は祭りだー。わっしょーふー。はい、ありがとうございました。お相手はあなたのしまこでした。ゆっくり休んでくださいね。おやすみなさーい。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる。語り尽くせない最上級。